タケノコの黒金沢カレー、ゴーゴーカレー、お、大丈夫落ちた何がうん、そう、1個ねここで焼いてくれてます。とりあえずスーパーで買ってきた、巻き寿司食べときます。たこ焼きは25分かかるそうです。込み込みなので。ことちゃんは何？きゅうりの巻き。きゅうりかっぱ巻き大好きね。きゅうりすごい好きなの。ソマは何？見せて。サーモン手巻き。たこ焼き来ました。この皿欲しい。この皿欲しいって言ってます。可愛い。あお。はい、紙。はい、こぼした。からまっすぐずっと行って、何かを違う、ずっとある前にやんだからキャッチしようと思ったら手がこっちに飛んでったよね。すごい飛んでったよね。最初から遊んでなかったよ。ただこうやって持っててママに見せようと思ってくるってしようと思ったら、作ってある前にやん、そうそうtrying to catch it and then you're like thisね。ぶっ飛ばしました黒豆。なんであるの？レジはずーっと向こうです。こんな並んでるの初めて見ました。何人ぐらい、一つのレジに50人ぐらい並んでるのかな。違うね、30人ぐらいかな。すごい混んでいます。昔売り場が見たいけど並んでるから待たないとね。人がいっぱい並んでるのでお菓子売り場に到達できません。レジに行くまで何分ぐらいかかるだろうね。55分。何かかるかな。45分かかる。タイマーしといて。測るってこと？そうしよっか。じゃあママは25分。せーの。はい。計測してます時間。何？何書いてんの？なんて書いてんの？アリサ。なんて書いてると思う？ジャリサ、アリサかジャリサ。一番最初の文字何か読めないんだじゃあ。うん。読めない？うん。この文字何か読めない？一番最初これ。アリサ。これはグリコって読みます。グリコ、これもグリコって書いてあるから。そうですよ。Pジョイをポッキーの P を取ってPジョイ。これ GLICO じゃん。あ？何？もういいよ、もういいよ。これなんて書いてると思う？知らない、何にもわかんない。ゲスしてよね。細い。そうそうそう、下はね。あ？そうそうそう。あ、これ本当は細い。細いって字。これ細いって書いてあるの？下が細いっていう感じ。何細って書いてると思う？激細。惜しい。極細。極細、うん、激細と同じ意味だよ。似てる意味。タケノコのなんていうの？タケノコの黒。タケノコの黒だったら下に点々点々4ついるでしょ。それも絶対知ってるし。タケノコの山。あ、違う、このタケノコのラストチャンス。タケノコの子。違う。タケノコの星？違う。タケノコの。シオンもそれ読めると思うんだけど、小一の。タケノコの。小一の漢字じゃない？はい。すぐ答えて。タケノコのお菓子。ああ、里。何里って。山里のなんとかでやったでしょ、国語の。里。全然ピンときてない。順番来ました。ストップウォッチをしてごらん。28分。39。27。28分。どっちが近かった？ママの方が近かった。45って言わなかった？ママ25。ねえ。30分かかりました。はい。ねえ、みんなじゃない。これはこれは。いいから。そうま。怒ってる。ビデオ消しなさい。はい、バイバイ。シュ食べなーし。ハイチュウとアメ1個ずつ交換して仲直りします。あれどこ行った？あったでしょ。はい、本日うちが日系スーパーから買ってきたものはこんな感じです。冷凍うどんと、ここにいますよ、誰か。冷凍うどん、これ安かったね。5つで$2.98かな。あと揚げ玉とか、お正月用黒豆、かまぼこ、納豆を何種類か買いまして、れんこんとか年越しのおそばとか、おもくずしの素とか、おでんの素とか、味の素の冷凍餃子とか、焼肉のタレ、ポン酢、小豆、ごぼう。何これ？おでん食べようと思って、年越してからね。あと大根とかは近くの韓国スーパーでも買えるんですけど、これ結構いい大根だったし。あと水菜、これはお稲荷さんの皮も買いました。これで全部じゃないんですけど、これにお米とかね、カップ麺とかお菓子とか、この倍ぐらいのもの買ったのかな。で、今日の合計はじゃじゃん、$101.43でした。ね、いっぱい買ったからね。次回は質問の回答集だよ。みんな見てね。